皆さん、よいしょ、お元気ですか。たかじです。今日はこちら、あいちゃん、いけばな在中。いけばななのかな。え、本当に、あれ、いけばな買ったっけ。あたす、あれ、ちょっと待って、ちょい、回遊の儀取り行います。うわー、いい。あ、このパターンは、このパティーンは、よいしょ、よいしょ、はぁー、シュー、いった、いった、あー、折れたかと思った、指が折れたかと思った、あー、ちゃんちゃんちゃん、これ、なんと水長剣的、シュー、ってやろうと思ったら、このテープ、普通のセロテープよりちょっと頑丈だったよ。切れない、ほら。めっちゃ強い。折れないでよかった。グミって言ったからね。あ、いて。グミって言ったからね、こっちにね。セクンド奥義。なんと水長剣をやったら、指がぐねった。はい。ということで、よいしょ。これでもう開くんじゃない？まだか。はい。あ、これでいくだろう。はい。よいしょ。せーの、ドンと。お、結構いけばなチックだね。せーの。あ、これちょっと。だ、はい、ドンと。おー、元気な子が届きましたよ。よし、これは。はい、ぽーい。オーケー。はい、これはね、あれですよ。イリーガルなやつじゃなくて、合法なやつ。合法な不老不死ですよ。そう、イチジク。この前ね、ロングドゥートという品種を手に入れて植え付けましたが、今回はドーフィンってことで、スーパーとかね、八百屋さんとかで夏ぐらいから秋にかけて並んでいるイチジクの品種です。ドーフィン、超スーパーメジャーオーソドックス品種。その苗が届きましたよ。今回もね、2芽がそれぞれ逆方向に生えてて、来年というか今年の冬に一文字仕立てにできそうなのを選んで買いました。よし、 OK。 じゃあ早速植え付けてこうの。はい、ドーン。はい、前回に引き続いてスリット鉢の180サブ68、6号鉢だね。寸胴タイプ、背が高くないタイプ。これと土は前回のロングドゥートさんで配合した培養土と赤玉土と、モーモーちゃんのうんちさんと、あとはマグアンプ K、 はい、これですね。比率はドン。そうです、これぐらいの比率でやりました。で、前回もうね、すっかり忘れてた素材があるのよ。それがこちら、ドン。卵の殻を配合します。これカルシウムじゃん。カルシウムはアルカリ性に傾くらしいので、イチジクはアルカリ性の土の方を好むらしいんだな。で、卵の殻って土が酸性にググッと傾くと溶け出して pH を調整するみたいな感じで、強力に効かないけど強い酸性には傾かせねえぜっていう頼もしい見守り版って感じかな。これをまあ適度に砕いて混ぜ込むって感じですわ。これでも酸性を好む品種とかにはね、向かないから、ちょっと今回のこのドーフィンさん用の分だけ作るのがいいよね。はい、ほいたらドーンと。はい、メダカツで使っている、これどれだ、セリアさんの4リットルぐらいのボックスだね。スクエアボックス、一応念のため2つ持ってきました。1個4リットルで、これが確か 3.2 リットル分入ったんだよね、この前。なのでまあちょうどいいかなと思って、まずはタライちゃんから8杯分、これでこの土入れ1杯 400cc で8杯、シワ32を入れますよ。2杯、3杯、4杯、5杯、6杯、
あ、2杯分ぐらいは混ぜ込まないでこう上から乗せるぐらいがいいかもしれないね。なんで片言かな。あ、でも7杯1杯分だけ。どうする？ OK、 6杯分だけをこれ混ぜやすい量にしておいて、卵の殻を砕いて入れます。豆乳の字取り行います。急に和風にするというね。はい、あ、痛いぞ。硬いから、尖ってるから、うまく、あ、痛い、刺さる刺さるぞ。これみんなどうやって砕いてんだろう。アイテム使ってんのかな。これ手で細かく砕くの結構痛いよ。どれぐらい入れたらいいんだろう、まあ、入れすぎても大丈夫じゃねえのって気はしないこともないけど、砕いて手の上で砕きます。手の上で粉々に砕きます。イエーイエーアウイエー。砕いて、おこれいい感じで砕けてますよ。この卵の殻同士をぶつけ合わせて押しつぶすと指に刺さらずにいい感じで砕けますね。おー、これいいね、これいいね。おー、すごいね。おー、これ完璧ね、完璧よ。あ、これぐらい混ぜればもう十分じゃない？おー、ほら、素晴らしい。じゃあ、いつまでやるの？素晴らしくね。いい感じに細かくなったね。おー、これいいね。手のひらの上で、両サイドから、よってやると、押し付け合ったもの同士が砕けていくという。おー、いいね。素晴らしいっす。はい、これを、三流、二流、一流、一流、手首だけ一流。あった、飛び散った。これ、部屋の中でやるもんじゃねえな。はい、いいね。はい、いいじゃない。いいじゃない。これどんぐらい混ざったらいいのかな。まあ、ほどほど混ざってればいいんじゃない？大丈夫かな。もうちょいいるかな。もうちょいあった方がいい気がするな。ということで、これももう残りのこの破片も砕いていきます。さっきと同じ感じで砕いたら多分指に刺さらないでいけると思います。今のところいい感じ。たまにチクッとするけども、チクッとするほどは強く押し付けなければ大丈夫で、細かくなっていくに従ってだんだん圧力を高めていきます。オーイエー、いい感じよ。はいはいはい、痛い、刺さった、超刺さった。気をつけてね。あの、指に当たっている殻の感じを確認して自分に角が向かってたら強く押し付けない。なんか面が当たってる感じがしたら強く押し付けると、こうやって粉々に砕けます。あ、綺麗、 beautiful パーリーナイ関係ない、パーリーナイちょっとなんだ。はい、ちょっと部屋の中バラまきたくないんで二流な感じで。またやっちゃったわよ。あんた、5分終わったらなんかポーンみたいなお知らせ音欲しいな。植え付け終わっちゃったわよ。なんかパーリーナイトとかなんかくだらないこと言ってた最中で録画止まってたわよ。はい、ということで、このあの土に入ってた配合土をザッて入れた後に苗さんをポンと置いて、残り2杯、この土入れで2杯でやっぱりちょうど6号スリット鉢で、苗にほぼほぼ土がついてなかったら 400cc の土入れ8杯でぴったりだね。ほら、こんだけ土が締まるまでこんだけ下からスリットから出てくるんだよね。これちょっとちょい少なめだったんで、上から戻して、上から、よし、いいぞ。はい、よし。そして、はい、ペットボトル組み置き2リットル、まあこれの半分ぐらいでちょうどよかったよね。この前
この前普通の受け皿使ってやってたら結構なみなみといっちゃって危なかったから、今回これで水を受けます。もうね、なんぼ溢れても大丈夫。では投入の儀取り行います。注水の儀取り行います。外周からツーッとツーッと、はいはい、そしたら中へと参ります。よいしょ、はい、あ、もう早速下から続々と水が流れ出てきました。今回なんか通水がいいな。なんだろう、卵の殻を入れた効果なのかい。あっという間に下から出てきて、各スリットもきっちり濡れてるね。あ、ここだけちょっと一部だけね、この辺かな、この辺。お、いいね。スリット鉢はこれスリットから中の土の状態見て、色見てね、そこに水が通ってんのか濡れてるのかっていうのを確認できるからいいね。よし、まあやっぱりだいたい1リットルぐらいかな。びっちょ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 、はーい、あ、いいね、まんべんなく。これさ、下が底面がねボコって内側に膨らんでんだな。だから水が全部外側に出ていくように作られてます。すごいね、よう考えられてますわ。この木の正面はどっちかな、こっちかな。こう一文字にするときにさ、こうかな、なんかこっちが正面な気がする。違うか、こっちか、あ、こっちだな。よっていやって感じだね。うん、ちょっと植え付け位置こっち寄りすぎたかな、やっちゃったかな、これ。ちょっと修正させて、ごめん、ちょっとだけ修正させて。こんな感じだよね、はい。なんか軸が斜めってたね。いいんじゃない。よしよっしゃい、植え付け終わりました。水やりも完了してね、あとは成長を待つだけよ。でこれだいぶ水が出てきて今下に溜まってるから、はい、じゃん、受け皿に今回はこれプロテインドリンクのキャップ4つあったんで、今回はこれを高台にします。はーい、ビチャー、まだまだビチャーって、ほらビチャーって水が結構下溜まってるからさ、底面に水が溜まりまくって、あ、いいね、切れてきた。よし、今じゃね、まだ、手が疲れてきた、やばい、はい。あ、これ便利だね、スリット鉢。このスリットが入っている一箇所を一番下に持ってて斜めにすれば、水は全部そこから抜けていくという。よいしょいしょいしょい、これぐらいで、えっ、よっ、 OK、 はい、あーい、はい、汚いお水だ、よし、おーい、出てった、はい。ということで植え付けと水やりが終わって完了というところなんですが、これが何の品種なのか忘れっぽいカカジーは、ラベルをつけて忘れないようにします。はい、じゃん、 3M の帯電、違う、絶縁テープ、白、それとハサミ、園芸用の札買おうと思ってダイソーさん行ったんだけど売ってなかった。まあ季節だからね、今時期だからね、売れちゃうよね。見栄え的な正面にねつけとくといいよね。はい、ドーフィンと書きました。はい、5月18日にドーフィンさんが我が家へやってきました。 OK です。ということで今回はイチジク苗ドーフィン到着植え付け完了でした。はい、シークンドー極めましょうね。です、よいしょ、はい、さようなら。
また顎がずれてる。よいしょ。お元気でカタ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 ドーフィン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 。チャンネル登録はここ。関連動画はここ。再生リストはここです。よろしくです。